こんにちは。これ35分までだよね。配信のあれ、紙袋、スケジュール書いた紙。15分。次の配信までに書いてとか、春ここら辺に。こんにちは。そう、今日紫の服、この服久しぶりに着た。自分書いとこうかな、分かんなくなっちゃう。自分も書いてないわ、忘れてた。次は18時半から、はい、できた忘れてた。35分まで。確かに増やそう。イベント1週間が多かったから、最近のイベントは2日間は増やそう。土曜日生誕祭です。生誕夜公演が生誕ですね。2回公演で、あと1個時間。兄弟いますよ。4人兄弟、妹妹弟です。4人です。
10カウント完了、ありがとう、ありがとうございます。いやさ、いや15度ぐらい、そのめっちゃ寒いわけではないけど、あったかくはない。何してた、何もしてないかな、別に何もしてないか。してこれしてたみたいなこと言ってない起きてご飯食べて準備して今って感じ何もしてない寒い今部屋、ああ確かに、まあちょい寒いくらいか。でもちょっと暖房はまだいいかな、もうちょい寒くなってから。イベントやってます。今日から始まった、左上に出てるやつ、駅ビファテッドグループとビスのイベントで、レギュラーモデルをかけたイベントです。先日ですわね、あれですね、お料理選抜のショールームの対決ですね。それ最近続いちゃって遠すぎ私に言われてもなんだ私に言われてもって感じだけど、自分たちに日程決めれるわけじゃないからね。じゃあ何月何日でこのイベントやりますって決めれるわけじゃないから、ないよね。大分に行ったら行った方がいいところはどこかな、どこがいいかな。私が好きなのは、でもね、めっちゃ山の中にあるんだけど、岡本屋っていう、大分のね、あのお店があって、地獄蒸しプリン売ってるお店なんだけど、それ以外にもなんか、ゆで卵も美味しいね、そこの。温泉の蒸気で蒸して作ったゆで卵も美味しい。あとはいろいろある、なんかこう定食、普通のご飯とか持ってたりする、おすすめ。私前にそこ行った時はね、ゆで卵とプリン食べたかな、地獄蒸しプリン。でもめっちゃなんか山の途中みたいなところにある、あまりあんま何もない。今の途中みたいなところにあるけど、
その店が好きかな、私は。そこのプリンが好きなんだよね。プリンだけだったらね、空港とかで買える。大分空港売ってる、売ってるの見たことある気がする。味ついてる、味なんかついてる。めっちゃ前に行ったんだよね。いつだっけな、何年か前に行った。覚えてないな。ゆで卵とプリン、いつだっけ。ほんとこっちの携帯の時かな、まだ使ってる時かな。どこだろう、写真。こっちの携帯にありそうだけど、見当たんない。いつ行ったっけな。忘れたな。いつだっけ、あれ。分かんない、いつ行ったか。でも結構前に行った。ああ、あったあった。3年ぐらい前だ。ゆで卵。お父さんと二人で行った。お父さんと二人で行ったんだよ。と山の途中みたいなところにあるんだけど、このプリンがめっちゃ美味しいの。このプリン、地獄蒸しプリン、これがめっちゃ美味しい。ゆで卵も美味しい。また、ちょっと待って、なんか安野井さん、熊田はありがとうございます。ありがとう熊田は、ありがとうございます。ありがとう。待って書く。12月12日、なりさん、あ、光としてた。熊田はありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、光としちゃう、ありがとう、光とり。ありがとうございます。
足ぶつけた。どこやろ、あ、高い位置。ここら辺か。内側に服の内側に布団を入れ込んでたらすっごいお腹出てる人になっちゃった。寒かったから入れ込んでた。どういった、って近く晴れ場所ないもん、そんなこと言われたんて。仕方ないじゃん。検査仕方ないだ、そんな壁近くに持ってくるとかできないし無理だよ、仕方ない。これはありがとうございますね。星投げかも、星投げもカウントもありがとう。ありがとうございます。犬もかわいい。犬、あ、犬も、うん、そういうこと犬もかわいいよね。犬も好き。買ったことはないけど、かわいいよね。ホロホロチキンカレー、ん、好きやな。ホロホロチキンカレーは興味ある。好きや、あんま行かないからな。好きや、あんまり行かないから食べないか行かない。美味しそうだけど名前ホロホロチキンカレー使わないかな。紫めっちゃ似合う。似合う？やった、ありがとう。紫あんま持ってないけど、紫の服、これとここまで、こう紫これぐらいかな、ちょっとこれぐらいしか。でも私ね、カレーね、キーマカレーが一番好きなんだよね鶏肉そこまで、なんか、うん、鶏肉軟骨が嫌い。どれもあるけど、キーマカレーもあったりするけど、そこまでなんだよね、チキンカレー私キーマカレーとかのが好き。肉が好き。筋肉、うん。フライドチキン味、フライドチキン、うん、
全然嫌いではないけど、自分からそんな変わんないかな。骨付きのやつ食べづらい骨なしの方が好き。エチオピアカレーとかも一回食べてみてほしい。エチオピアカレーってどんな感じのカレー？どういうカレーだそれ。なんかがどんなのが入ってんだ、わかんないよ。ブルベイエベどっちだと思います？私わかんなくて、こう行ったことがないから、そういうさ診断みたいなやつ行ったことないからわかんない、どっちなんだろう、分かってないや。ハンバーグ、あ、ハンバーグカレーいいね。ハンバーグカレー好きだ。ハンバーグもカレーも好き。いいね、炭の組み合わせもありだね。ひき肉だしね、ハンバーグ。なんかお店には行ったことない。そのお弁当、お弁当うん、いや、なんかその中のうどんをテイクアウトでのやつを食べたことはあるけど、お店に行ったことはないよ。行ったことないですね。ケータリングではない。でも普通の、普通の赤いカレー、普通じゃないでしょ、もうその時点で普通の赤いカレーだけどめっちゃ辛い。え、辛そう赤いカレー、普通の赤いカレー絶対普通じゃないってめっちゃ辛いか、どうだろう。食べたことないな、エチオピアカレー。気になるけど。3分前だね、いつもイベントの時だから32分か。ランキングもの10分ぐらい。うん、あ、お店による？気になる。この後は食べてみようかな。シャニアカは普通のカレー普通のカレーは茶色だ。あんかは普通じゃない昔食べたお店のはサラダも辛くて、唯一の逃げ場がゆで卵だけだった記憶。やば、それはやばい。え、それもサラダ辛いなんてあんまなくない？サラダも辛いから、逃げ場がゆで卵だけめっちゃ辛そう、それトマトカレー。でもトマトカレーもさ、こうスタンダード普通ではないじゃん。トマトカレー食べたことない、私。美味しかった？今度ちゃんと調べてきます気になる、その店。エチオピアカレーか、食べたことない。あんまさ、カレーをさ外で食べるときってさ、何カレー、インドカレー屋さんに行くことが多くて、いつもキーマカレー頼んじゃうんだよね。だいたいキーマカレーで、キーマカレーが好きだからカレーライスのお店あんま行かなくってさ、ココイチとか行かない。最後に行ったのね、多分幼稚園、小学校低学年とか、そんぐらい、めっちゃちっちゃい頃、行ってない、そっから。だからカレーライスあんま外で食べないんだよね。ナンはさ、こう家で作るのはさ難しいじゃん、あのお店出てくるようなやつだから。そう、外で食べるときは何カレーが多いんだけど、
カレーライス外で食べない、家で基本家だわ。チーズナン、うん、気分によって。普通のナンの時もあるし、チーズナンもある。普通のナンも好きなんだよね、気分かな、その時の。結構どっちも。無印、あ、作る、なんかキットみたいな粉売ってるやつでしょ、なんの。いやでも絶対無印食べた方が美味しい。大変じゃない方が美味しい。バターたっぷりのな、あ確かにそれは美味しい、美味しい、それは美味しくないはずがない。それはそう。だからお店で食べるんだ。楽しそうではあるけど、自分で作るの。なんかさ、普通にさ市販で売ってるような、なんか買ったことあるの、ちょっとさちっちゃめのさやつで、こうトースターとかで焼いて食べるやつも食べたことがあるの。あれも美味しいけど、美味しくないわけだし、美味しいんだけど、やっぱお店のやつには勝てないからさ。普通のとチーズナンどっちが好き？どっちも好き。なんかどっちも頼む。チーズナンにする時もあれば、普通のナン頼む時もある。どっちも好き。普通のナンも美味しいしね。甘い、ちょっと甘くてさ、なんてちょっと甘いじゃん。その毎回チーズナンってわけでもない。チーズナン頼む時もあるけど、普通のナンの時もある。キーマカレーも辛い時、辛さ大体選べるじゃん、選べるところもあるけど、いつも中辛ぐらいだな。だからめっちゃ辛いわけじゃない、辛い、いつも食べる。カレー食べたくなってきた。いいよね、私もカレー食べたい今。なんかカレー食べたい、なんか食べたい。はちみつは隠し味に、なん入ってんの、はちみつ知らなかった。トッピングない、トッピング、いつもトッピング、何カレーの店ってあんまトッピングなくない、あるのかな、しない、カレーライス食べに行かないからな、外に。なあ、本番では、本番じゃない、待ってた、本番では、本番では高級らしいから、チャパティ、あのチャプティ知ってる、なんかもっと薄いペラペラのやつでしょ、あんま食べたことある、普通に売ってるのも買って、ペラペラあるの、ペラペラのなんかやつが、なんかちょっとクレープの生地みたいな、ペラペラの丸いやつ、あれだよね、違うっけ、あのクレープの生地なの、もうちょっとちっちゃいみたいな。食べたことある、それも美味しいやつ。最高、え最高10枚食べたってこと、10枚って相当、1枚で結構お腹いっぱいなんないなんて、すごいな、フードファイターだ。サービスで何も一枚高いお店結構大変。確かに、私もなんかさ、
おかわりできますみたいな、なじゃあお店で食べたことあるけど、おかわりしたことほぼほぼないね。何人かその家族でご飯食べに行ってさ、なんか1枚追加しておかわりして、おかわりなんか無料ですみたいな、自由ですみたいな、あの1枚追加してみんなで分けて食べるとかはあったりするけど、一人で2枚とか食べたことないわ。みんなで分けてはあるけど、その1枚追加で注文してね。2枚だったら、え、すごいな、1枚で十分なんだけど食べれない。結構なんてお腹にたまる。この時給食で何出てきた、給食で何、私はない、ある、え、なんだかな、あれなん、ピタパンみたいなさ出てきたことあるかも、なんか忘れた。ピタパンなんかなんみたいなやつになんかこう中になんかこうなんか切り込みみたいなのが入ってさ、そこを広げてさ、その中になんかキーマカレーみたいなやつが出てきて、え違うな、給食でキーマカレーも一緒に出てくるからそれを入れて中に食べるみたいな、みたいなあったけどな、なんでできたかはちょっと忘れたわ。ピタパンみたいなやつはあった、給食で。ちょっと待ってて、あとでいいや。ちょっとランキング読もう、びっくりした。13位からランキング、13位まさむねさんありがとうございます。12位なおとさん、あ、間違った、12位がファイヤーさんありがとうございます。11位ナオトさんありがとうございます。10位道草かっこ大分さんありがとうございます。10位ひろ、あーちょっと待って、え、9位か、次9位、あーやばい、ランキング早く回なきゃ。13位ファイヤーさんありがとうございます。12位ナオトさんありがとうございます。11位道草かっこ大分さんありがとうございます。10位ひろしですさんありがとうございます。9位きょうかちゃんおやしさんありがとうございます。8位ひろさんありがとうございます。9位じゃない、7位です、7位ひゅうがなつきょかたむずさんありがとうございます。6位けんじさんありがとうございます。5位ゆうきさんありがとうございます。4位おまめさんありがとうございます。3位まるさんありがとうございます。2位ラスカールさんありがとうございます。そして1位がエスノイさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。やばい時間が、ちょっと荷物がなんか来ちゃったみたい、え、来る予定じゃなかったんだけど、何にも、まあいっか、あとで今出れないし普通に無理だ。じゃあまた次18時半からの配信で、そろそろだね。じゃあありがとうございました。また後で、次も35分かな配信です。じゃあまた後で。ありがとうございました。